たまでちゅー。子供ができてしまうな。あ、今動いた。よっしゃー、ナイスアングル、バッチリやで。大丈夫だ。やっぱりいきなりは心臓に負担がかかる。ちゃんと準備運動をして呼吸を整えてからじゃないとな。行こう、つくね。今度こそきちんと恋人をやってみせるぞ。恋人ですって。聞き捨てならないですね、白雪さん。今なんて言ったのですか。なんだ、焼いているのか。嫉妬は醜いぞ。行こう、つくね。待ちなさい。学園の風紀を乱すあなたたちを。このまま見過ごすわけにはいきません。その手を離すのよ。学生は学生らしく交換日記から始めなさい。
お前も似たような年だろ。つくねから離れろ。私は働いてるの。少なくともあなたたちより大人だわ。じゃあ大人だということを認めてやろう。つまりお前はおばさんというわけだな。何を。さあおばさんはつくねから離れろ。加齢臭がきつくてつくねが迷惑してる。なんという暴言。まるで不良。やはりあなたにつくねさんを渡せません。おばさんは引っ込んでろ。つくねは私のだ。いいえ、離しません。離せ。あなたが離しなさい。つくね。つくねさん。セーブする、上書きするでちゅう。セーブ中でちゅう。電源を切ったりしちゃダメでちゅう。セーブが終わったで、セーブする。ロザリオとヴァンパイア、恋と夢のラプソディア。ロードするブロックを選ぶでちゅう。このブロックロード中でちゅう。電源を切ったりしちゃダメでちゅう。ロードが終わったでちゅう。つくね。すまん、つくね。許してくれるのか。ごめんなさい、ついムキになって。そうだ、私が作ろうましょう。いや、破ったのは私の責任だ。だから私がやる。白雪さん、もう。つくねさん、本当にごめんなさい。こんなつもりじゃなかったの。つくね、これ本当にすまなかった。私の責任だからな。上着を破ったのは私なのに。お前は優しいな。Thank you.
お前のおかげでイメージが湧いてきた。これならなんとかいけそうな気がする。もしうまくいかないときはまたお願いしてもいいか。もし子供ができても、つくねには迷惑をかけない。安心してくれ。背後からお前のことを精一杯見守ってるぞ。セーブするブロックを選ぶでちゅう。セーブ中でちゅう。電源を切ったりしちゃダメでちゅう。セーブがセーブす。ロザリアとヴァンパイア、恋と夢のラプソディ。ロードするブロック、このロード中でちゅう。電源を切ったりしちゃダメでちゅう。ロードが終わったでちゅう。つくねさん、すみません、つくねさん。わあ、許してくださるのね。すまん、ついムキになって。そうだ、私が繕ってやろう。いいえ、これは私の責任よ。だから私が。本当にすまない。こんなつもりじゃなかったのに。脅かさないでください。上着の匂いなんて嗅いでませんよ。に匂いを嗅いだなんて。つくねさんは私をそんな風に思っていたのですか。言い訳は聞きたくありません。そうなのね、白雪さんに誘惑されて。そんな妄想を。ああ、なんてこと。
こうなったら私がつくねさんを正しい道に戻してあげます。さあ、学生の本部に立ち返るのです。勉強です。今から個人授業です。はい。数式の空欄に数値を代入して完成させるでちゅ。もたもたしてると制限時間に間に合わないので気をつけるでちゅよ。